アークリンゴ。こんばんは。ただいま、おつです。こんばんは。はい、今日は命の歌フェス2024の収録でした。命の歌、広島のてか歌番組出れる時点で嬉しいけど、なんかもっと嬉しいのは広島だから家に帰ってこれるって。東京の歌番組出たらさ、ホテルじゃん。家に帰ってこれる。広島の歌番組ありがとう。最高でした。東京に住んでる人、どの歌番組もこんな感じの気持ちなんやなみたいな。羨ましかったです、そこが。熱ー。なんかもう逆に他の出演者さんはなんかもうすいません急いでるんで、 何々さんすぐもう帰っちゃうんでみたいな感じだけど、うちらいつもそうなのよ。 STU さん何時の新幹線乗らなきゃいけないんで、すいません失礼しますみたいな感じなんですけど、今日は逆パターンで嬉しかった。こんばんは。はい、命の歌フェスでね、歌番組で NHK プラスでもね、あの全国で見れますから楽しみにしててください。もう放送は8月ぐらいだと思うけど、あの原爆らへんで、原爆の日らへんでかかるので毎年。今日押したよね。今日押したの？知らない。もともと何時の悪く気にしてすらなかった。髪切ってから初の三つ編みだったんだけど、なんか短いよね、編み部分が。かわいい、ほんと？ゆきですな。あ、そうです。めっちゃ疲れた。でもなんかさ、歌番組とかなんかその16人で何かに行ってフェスとかでもなんだけど、なんかいっぱいいてさ、なんかもう一歩歩けば10人に落ちて、めっちゃ疲れて、なんか、もう、ね、熱出そう。病気になりそう。頑張りました。集団行動向いてない。ああ。それでも、なんとかやりきった。気使って疲れたわ。
頑張れ頑張れ。ポストあれでいいの？何の話？なんか今日ツイートしたっけ？ふぅ。え？待って待って、山猫マウス。え？何？おわ、ありがとう、織姫と彦星。ちょっと待って。え、かわいい。ありがとう。ありがとう。ダブルタワー。山猫坊主。かわいい、かわいい。かわいい、かわいい。ダブルタワー。嬉しい。今年、今年じゃない。え、下半期初のダブルタワー流れ星描くの下手かも。ギリ耐えてるか。こんばんは。なんか収録お疲れということで、いやマジ頑張った、本当に。流れ星に乗って移動するクマを描きたかったんだけど、流れ星に乗って移動するクマをです。作者がそう言ってんだから、筆者が言ってんだから。筆者がそう言ってます。ずり落ちてるとかは、あの意見は聞きません。ありがとう、クマ。見える見える。うん、ちょっとずり落ち、大丈夫、あの七夕にはちゃんと織姫のとこに行けるから。ありがとう山猫坊主。ふいー、うん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 、見えてきた。あね、そうだよね。ツイートやばいね、確かに。シーン2024って。なんだ。おもろい。シーン2024おもろい。ツイート削除。おいた、流れ星10個。流れ星じゃない。短冊ありがとう。ペペペペペペ。めっちゃ疲れてたんだって。もうしんどくて、本当にすいません、すいませんね。ふう、夏ありがとう。疲れんかー。あおりよし、飲み物10個ありがとう。飲み物。おつです。こんばんは。
斉藤真希子さん卒業発表しましたね。ね、30歳、すごいわ、立派だわ。うこんばんは。マキコ卒業したら5期まではいなくなる SK さん。え、2期生がいなくなったら5期まではいなくなったの？なるの？マジか。そうなんだ。あと5年はいけるね。え、あと5年しか無理なの逆に。マキコさんは入ったのがさ、中2か中3ぐらいでしょ。私入ったの高校卒業した後だからさ、あと5年しかないのって感じなんだけど。マジ？でも今日ユキリンさんが言ってたんだよね。あのユキリンさんになんかアイドルのコツはありますかって質問してたの、 MC で。そしたらなんかもう外野の声は気にせずに、あの自分の気持ちがやりきったと思えるまでやる、それが全て、なんか楽しめば OK って言ってた。ユキリンさんが広島で MC してるってなんかすごい不思議って思いながら見てました。え、栄ロッキーが一番上になるの？マジか。そう、ゆきりんさんの言葉重みがあるよね。そう、あの会場に来てる全 STU ファンに希望を与えたって思った。以上。写真も撮れた。ちょっとまだ載せれないけど。イエーイ。まだ載せれない。やばい、嬉しい。写真会みたいなのさ、ファンの顔してるよね。緊張った。でもさ、私写真撮る時のさ、これ嫌なんよ。お互いに行くの、みんなが囲んでて真ん中に誰かがいて、これはいいんだけど、ツーショットでお互いこれしてるやつ嫌なんよ。なんか写真として、いや他の人がやるのはいいんだけど、自分が嫌なんね。な、何これ、紹介みたいな。ツーショットはさ、なんかもうこうしないんよ、なんかイエーイみたいな。だけこうやって、これおもろい、よく発生してるじゃん、これツーショットだろ、これ芸能人同士の、これおもろいよね。そう、いっぱいいて真ん中にこれはわかるけどね。そう、私はちょっともうそれはあの、もう一緒に撮りまして、やっイエーイってやりたくてやった。気持ち的にはイエーイユキリンさんありがとうなんだけど、顔はだったわ。今見たら恥ずかしい、緊張しとる。緊張しとる。緊張しとるわ。そう、いいな。そうで、千穂ちゃんとかあずみんとかマイキュー、そう MC 席でそのイキリンさんにあとなんか悩み相談みたいなやっとって羨ましかった。うちらはもうみんなでそれを盗み聞きしながら。なるほど。なるほど。
って聞きよった。そうだからね、2人の会話はできてないんだけどね、写真撮っただけで。盗み聞きしてました。テレビで見ればいいんだけど。お疲れんかん。よいしょ。明日は4日。皆さん、明日21時に副フェスの出る人を発表します。出演者をまた発表します。明日でツイートしよう。ちょっと私の元にはフルラインナップの画像が。福ちゃん出るかな。福ちゃん出るかドキドキだよね。ケプラー出るかな。ケプラーは出ないな。ケプラーで出すんだったら私多分、何年たたまたら着なきゃいけない、年金ぐらいまでたたまたら着しなきゃいけなくなるかもしんない。こんばんは。一時選考で一時選考で一応ね、ちょっと検閲お願いします。申し込み申し込んでくださったみんなな、ね、申し込んでくれた方さ、もうチケットって手元にあるの？ありがとうございます。明日21時に出演者第4、まだないんだ。
第4弾を行いたいと。出演者第4弾は、権利だけあるって感じ？抽選ってな、抽選じゃなく先着だから、もうあのクレカで落とした時点で権利だけあって、こう直前になったらピッてやったら正番が分かる感じか。明日5月4日？あ、違う、7月4日、危ねえ。5月4日近いってた。7月4日じゃん。いつの間に7月になった？7月6、第6弾。出演者発表今後のスケジュール、明日からの解禁スケ、あ、もう解禁スケジュールを載せちゃおう。明日何曜日？木。金。土曜。木、金、土。アンド、チケット販売スタート。再度一時、ちょっと検閲して、一時申し込みで申し込んでくださった、一時選考で申し込んでくださった皆様ありがとうございました。明日7月4日の明日7月4日21時に第4弾出演者を発表します。明日からの解禁スケジュール、7月5日あ、じゃあ7月4日あ、木曜日か。第4弾出演、7月4日木曜日第4弾出演者発表、7月5日金曜日第5弾出演者発表、7月6日土曜日第6弾出演者発表。てか、フルラインナップ発表アンドチケット販売3時スタート。合ってる？知らんよな知らんよな、合ってるって言われても知らんわって感じよねマネージャーに送れよマネージャーに送ったきっと合ってますチケット
ット販売スタートでいいか。ただ3時とか書かなくていいか。やばいやばい、既読つく前に送り直そう。こんばんは。あつ。あ、なんかめちゃめちゃ今日元気なくて帰ってきてから、もうなんか夜なのにコーヒー飲んで、ちょっとカフェインとって起きようとか思ったけど、全然起きれなくて。もう今日はショールーム無理だな。きついもん。無理無理。そんな無理してやる必要ないって。今日頑張ったじゃんって言って自分を甘い方に甘い方に持っていってたとこだったんですけど、ショールームしたら元気出てきたんでやってよかったです。でもこのまましないで寝たら寝たでなんか変な時間に起きてたと思うんで、はい、よかった。まだちょっと気力が残ってました。ありがとうございます。もう頑張りました。今日はマジ頑張りました。本当にきつかった。もう外部の人いっぱいいたら緊張するよね。すごいな、ノアピとかリオツンとか。もうちっちゃい子がさ、ちっちゃいっていうかまあ言うて中学生ぐらい、ちっちゃい子がよくあんないい子にできるわ。ほんま偉い。いい子にできるわけないよ、中2中3がね。タカ頑張った、ありがとう。頑張った、頑張りました、ありがとうございます。アリアツン高一か。ミケちゃん頑張った、ありがとう。頑張ろう。あのアイドルあるあるがちょっと最近分かってきて、8年やってると、あの入ったばっかの時子供なんですけど、子供たちが社会に揉まれて大人になってくると、なんか年下メンバーの方が精神面大人になってくるんですよ。あ、サボちゃんとか見たら分かるでしょ。で逆にその高校を卒業、高校の後半から高校卒業、大学生ぐらいの年の子が一番こう多分こう学校も行ってないし、なんかもう楽しいみたいな、なんかアイドル最高みたいな感じでイエーイってなってて、であの大学卒業の年を超えてくると、それも全部落ち着いてきて、なんか OL 感が出てくるっていう。なんか、それをずっと見てたら、なんかその流れありますね。一回年下面めっちゃ落ち着いて、高校卒業ぐらいの年でめっちゃこうパリピになって、で、22、3で落ち着いてくるみたいな。そうそう。なんかそんな感じが見えてきましたね。なんとなくね、誰がとか、なんか全体的にそうっていうわけじゃなくて、なんか雰囲気として。そう。そうなんです。OL っていうか、なんていうのも、お仕事としてちゃんとなんかこなしてます。はいみたいな。なんかちゃんとその、なんていうの、ベテラン感じゃとは言わないけど、アイドルだから。なんて言うんだろうな。なんか、うん。お姉さん感が出てくる。そう。社会人感、あ、そう、それそれ。面白い。どうしよう、アリちゃんずっとパリピや。アリちゃん。アリちゃん、アリちゃん、入ってからこの方ずっとパリピなんやけど。アリちゃん。かわいい。ずっとかわいい。ずっとそのままでいて。アリちゃん、アリサカンパニー社長。ただしアリサは除く。音なかった。みんなでアリサをめでていこう。これからもずっとめでまくろう。
三つ編みにはありがとうございます。おつです。全然ツイートしてなかった。福フェスボリューム3特設サイト、コピー、ご機嫌いかがですか。深夜テンションです。なぜか深夜テンション、なんて言うんだろう。皆様ありがとうございます。よし、ツイートします。リツイートしてください。福フェスのアカウントです。いっせーので、さあ結構大きな発表、ペンダサさあ君は運命の人、陰律引用、私は早速引用リツイートするけど君はツイッターツイッターって言っちゃうよね。 X って言ったことないよねいつまで経ってもクフェス、ついに今週末すべての出演メンアーティスト様が出揃います。かっこ どんなアーティスト様が グループが出てくださるか、みんなで演奏ツイート、はい、インディチューした。なんか治安悪い、大丈夫大丈夫か。やっぱ雨じゃないけど、今日は梅雨だからだ。みんな運転気をつけて、滑ってる多分。大丈夫か、心配になるぜ。
心配になるね。火事追われてる？いやちょっと分かんない、あんまこういうのはそんな別にギャーギャー言うことじゃないけど心配してます。こんばんは。みんながちゃんと避けれてるのか心配。私免許さ取ってからさほぼ運転してないからさ、ああいう緊急車両来た時とかさ、なんかちゃんと避けれるかめっちゃ心配なんだよね。そう、そういうのだけはいくら運転下手でもそういうのだけはちゃんとしないとね。もうこれないんだけど、このロム&の25番もう5本ぐらい使い切ってるな。こんばんは。よいしょ。じゃがりこの写真見たらじゃがりこ食べたくなるね。これ今日のラテ。え、フジファブリック活休するの？びっくりした。福フェスの特典会も、いや何らかの形ではやるつもり。ちょっとね分かんないけど、ブラック飲んだの？飲んだ。最後の花火に。よいしょ、頑張ろう。あ、見て見て、かわいい、あっかりちゃん、あっかりちゃん、かわいい、かわいい、あっかりちゃん、あっかりちゃん、かわいい、かわいい、キュキュキュッピ、キュキュキュッピ、かわいい、かわいい、ペペペ、かわいい、フェスティバル、チュッチュッチュ。あー、元気だ、元気だ。元気だよ、十分。十分じゃないか。あ、なんか元気になってきた。てかタコス作ってしまわないと。ちょっとあんま今日タコスの気分じゃないけどね。あんまタコスの気分じゃないけど、タコスを作ってしまおう。材料が腐る。肉をチン。すぐできる。
生地を焼くだけで。キムチ食べていい？一回一旦キムチ食べよう、元気がないから。なんか復活したわ。新しいサルサいつも開かないけど、私は知ってる、頑張れば開くって。かあ、あったー、うー、開きました。じゃーん。もんじゃ焼きされますか？もんじゃね。ベルのホット。ホット。ほんで、ニューチーズ。かけ放題じゃん。で、サルサ。やばいやばい、入れすぎた入れすぎた、やばいやばい、みんな大変だ、包めない、大変、一回座ろう。よいしょ、よし、
レッツメキシコ。うん、いただきます。ラムアニガチーズ大盛り、うん、食べっぷりいい。伊藤園の麦茶うますぎ。お札ありがとう。お札じゃない、お札じゃない、短冊。短冊、お札だとちょっと8月っぽくなっちゃう、心霊みたいになっちゃうから。よし、じゃーん。
サルス、おいサルス、レッツ、あいただきます。閉じるわけがない。どうぞ召し上がれ。わ、うまい。ごちそうさまでした。この前福ちゃんの配信見て初タコベル行った。待って、私今タコベルからお金もらえる。下手にさ誰かを CM で起用するよ。私の方が宣伝してるよ。なんかいっぱいなった。なった。
うがいしたらゴロ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 ミンゴロってさ、数人が言ってるのはやばいよ。ゴロミ、ゴロミに支配されてるね。ミクラルケアのも帰るぞ。ただいま。おかえりおかえり。今膝が喋った。何何？膝が喋った今。ミューンって言った。膝からミューンって声が聞こえた。コギミューンかも。コギミューンなんかな。ミューン。やば。ついに膝まで自我を持ち始めた。ミューン。膝に小僧が住んでいる。だから膝小僧。カリンゴ。右みたいなこと？
膝を洗うぐらいだから喋っても不思議はない。確かに。なんか嫌な意見事がいっぱいある気がするけど、いやないよね。やばい、平日感がない、全くない。フェス全部出るよ、ついに今週末で。木曜日、明日に楽しみにしててください。クビポとシャボン玉ホリデー歌いたいな。またシャボン玉ホリデーさ歌ったらさ、なんかシャボン玉ホリデー以外練習したくないんかなみたいになる。でもシャボン玉ホリデーが好きでクビポのこと好きになったけん、シャボン玉ホリデーを一緒に歌いたいんやけど、3回連続はちょっとうざいか。シャボン玉ホリデーやろうかな。知らん曲が来るよりいいっていう感じ。またかってならんから。まあみんながみんな全部来てるわけじゃないけど、いっか。なんか今日のラテに対してさ、ラテじゃないやんってすごい突っ込まれてるけどさ、よくね別に。え、よくねじゃない、ダメ。ブラックコーヒーも私の中ではラテ、あのコーヒーショップで売ってそうな飲み物は全部今日のラテに含まれます。皆さん、ここで新たな定義を。今日のラテに関しては、あのコーヒーショップで、あのコーヒー屋さん、スタバで、スタバじゃなくていい、ドトールでいいや、ドトールで出してそうなものはもう全部今日のラテとする。なんかユーザーがさ、なんかそれはラテじゃないみたいな、なんか厳しくなってきたよね。ユーザーがさ、これはじゃがりこじゃないとか言ってるし、じゃがりこだよ。じゃがりこだよ。じゃがりこではあるけども、もう厳しいわ。ファンが厳しい最近。ファン厳しいな。ラテなんだから甘やかして。
守りたいこの笑顔。そうでしょ、守りんさい。なんか光ってんだ、ラテだと思うけど、完全にラテ先生、面白い女。なんでだよ、面白い女。うま、完璧なギフト、みんなのギフト使いが上手。またピーポーだ、大丈夫この辺。ノーと言える日本人、ノーと言える日本人だよ。私は無理なもの全部拒否。そう、えへ、広島っ子のパセリ、生きがい、いい言葉だ、生きがい、生きがい、生きがいって大事よ。生きがいがあるって嬉しい、いいことだよね。それは別に家族でもアイドルでもペットでもいいと思うんだけど、この子、この人、この人に会いたいから生きてこって思えるってことでしょ。私生まれてきた理由があったわ、それだけで。にゃにゃにゃ、待って、またウィーンって言ってる、怖い。水曜日ってなんかそんな感じの日だっけ。めっちゃ火事起きてない、大丈夫、こんななることないよね普段。たまにはあるけど、一日に何回、心配なんですけど。いやー、税金払いがいがあるわね。治安終わったこの辺。大丈夫かな、心配です。こんばんは、お疲れんこん、お疲れんこん、みんな本当にお疲れんこん。こんなに頑張ってもまだ水曜日っていう事実がちょっと受け入れられないよね。わかる、その気持ち。でも7月7日、週末になったらね、我々、巡り会えますから、オンライン話し会で。七夕に。巡り会えますから、頑張りましょう。え、巡り会えますよね？え？巡り会えますよね？え、今週長いよね。長い。マジ。マジ長い。7月入ってから長くない ?7 月1日から7月3日までがさ、2週間ぐらいあったんだけど、体感。みんなちゃんと天の川渡ってきてね。ただまただけなんですか？あ、泣いちゃった。うん、毎日巡り合おうね。最近福ちゃんの美しさをタブレットが処理しきれなくて配信が固まりがちです。ポジティブやな。ポジティブボーイやな。多分ちょっと環境が悪いだけか。受ける。でも体感といえば、とこの前お買い物行ったんだけど、ほんと3日ぐらい前よ。買い物行って、だったんやけど5分やったって言ってさ、いや信号長くても5分 !5 分
ご飯って結構遅刻するかしないかここで決まるやんと思って、5分って思ってね、この前測ったんやけど5分やった、マジ長いみたいな言っとったけんさ、じゃあ測って今から測ろうって言ってけど、あのその信号結局何分だったんって LINE したら2分だった、わらっていや前の測ったって何やった2分だったわら、でも体感5分で体感5分の2分だったわらみたいな人ってかわいい長いよねって思った。いや5分なわけはないよね、さすがに。ウケた全然半分以下やんみたいな。いやー面白いですね2分でよかった。5分って結構長いよね、待つってなったら。なんかだってさ、3分のカップラーメンを待つときもさ、冷蔵庫の前でさ、冷蔵庫とキッチンのこの隙間でさ、こう体操座りしながら待つわけじゃん。3分めっちゃ虚無じゃない、永遠の3分。なんかもうそろそろかなと思ってみたら大体55秒ぐらいなんよ。あと自分の中ではいピピピピピっていうタイミングではいって言いたくて、なんかはいとか言ってみねんけど、全然はいまだまだみたいな。難しいよね、5分って結構長い。お腹空いてるしね。公演の2時間は体感30分。マジ？私結構好きなアーティストのライブでも2時間きついな、1時間ぐらいでいいな、特にスタンディングだと。しかもこの前なんか YouTube ショートで回ってきたんだけど、ライブ中にめっちゃ好きなアーティストのライブでめっちゃ楽しくて、めっちゃもう好きな曲とかだとしても、なんかライブ中になんかめちゃめちゃ他のこと考えてて、結構好きなアーティストのライブでも、もうそれはスタンディングでも座ってても関係なく、なんか多分集中力が持ってないのか、なんかもういいかもってなる時結構あるんやけど、あなんかもういいかもみたいな。バラードとか来たら冷静になっちゃうよねイエーイの時はまだイエーイ行けても、なんかバラードとか来たら一番とかはまだうまいねみたいな感じで聞けるんだけど、なんかもうあすごいいい曲だし、この曲好きだし、めっちゃステージの推しも輝いてるんやけど、もういいかもみたいななる時ない？集中力がないんかな私の。シンプルにしんどい1時間以上は。え、わかる？めっちゃ推しのこと好きでもなるよねっていうのが、その YouTube ショートで回ってきてめっちゃわかると思ってて、でみんな自分だけかと思ってた、推しが目の前にいるのになんか帰りたいとかもうちょっときついかもと思うのって、私がダメなんだと思ってたけど、めっちゃ楽しいけど帰りたいってあるあるなんだみたいな感じで、よかったみたいになってたけど、マジでわかる。本当にだいぶめっちゃ楽しいし、いやここにいたいよ、もう高いお金払ってここにいるんだからいたいし、最後まで見るけどもういいかもってなるよね、よく。え、ならない？いや、なるようなライブをするなとかそういう話じゃなくてね、いや、なんか集中力の問題。難しいよね。わかるよね。めっちゃわかると思って。なんかめっちゃめんどくさくなるよ、途中で。あ、今から、これはライブ楽しいけど、これ終わって、で、
なんかアンコールもうそのまま終わってくれればいいのに、わざわざアンコールみたいなこの3分間の手間をやって、でもアンコールで出てきて1曲だけやって帰って、でこれみんなで一斉に出されて駅の周りめっちゃ混んで、あしんどいみたいな、で帰ったら何時だるいみたいなことを考えとったら、結構私はもうもういいかもってなるタイプなんですよ。ライブ途中にその後のご飯考えてることある。え、わかるわかるわかる。その急に現実思い出してしまうよね。わかりすぎる。嬉しい嬉しい。あと自分がめっちゃこれ勝手なオタクないけど、自分が結構知ってる曲はもう2番1番も2番も最高だし、なんなら3回ぐらいやってほしいけど、これ知らんなって曲とか新曲とか来られると、いや2番まではいらんってなる。なんかワンコーラスでいいやみたいな、1番まででいいかなみたいな、長ってならん、いや知らんしみたいな、それはこっちの勉強不足だけど、 いいな別にみたいな、勝手なオタクやけど、新曲やりますとか言われてもさ、いや知らんもんみたいな、どうすればいいってなるよね。え、ないよね。これもうほんと勝手なオタクやけど申し訳ないよね。え、わかる？知ってる曲、もう昔の曲とか全部バーってやってくれればいいのに、なんか新しいのやられたりさ、なんか急にコアなやつやったりさ、すると、自分がそこまでオタクじゃない、なんかさ、もうちょっと好きぐらいで行ったりするか、まあ、なんかむずいよね。どうしよう、みたいな。長いな、みたいな、なるよね。あるあるだわ。いやごめん、これは勝手な、あの勝手なオタクあるある。でも別にちゃんとね、お金払って見てて一人迷惑かけずにいい子に見てるからいいでしょ。フェスで新曲歌われるとなるわ。わかるわかるわかるよ、めっちゃわかるよ。だってフジファブリック出てきて若者のすべて歌わんかったらえってなるやん。それと一緒よね。わかるわかる。知っとるね、アーティストやったら新曲めっちゃ嬉しいけど。だからみんないっぱい愛の重さ聞いてね。今年のフェスは全部愛の重さ 100% やるから。絶対。愛の重さと夢力だけはもう 100% やるって決まってるから、愛の重さと夢力だけでも聞いといたら乗れます。おめでとう。対局はマジで早くおらんかなって思う。うわ！ちょっと待って、そうなんだけど、まあ、言葉でしてみるときついな。アイドルとして辛いな。頑張って知ってもらえる、興味持ってもらえるように頑張ろう。でもその中で全然知らんけどなんか刺さってそっからファンになったりするから頑張ります。そう、ワンマンなら何でもいいけど、わかる。ワンマンなら何でもいいけどね、わかるわかる。ファンの人一発撃でもコールできるのすごくない？すごい、いいよ。すごいよ。ファンの人はすごい、マジで。歌い始めからマイク向けられると冷める。歌い始めからマイク向けられることあるかな？ちょっと私あんま分かんないけど、あまりにもこれやられすぎると、いや、あの、あなたの歌聞きに来てるんだからあなたが歌ってくださいってなるのは分かる、うん、それがさ、ちょっとならいいよ。でももうなんか大サビとか全部さ、こうやってうんうんうんみたいなやり出す人にはあれはね、
だいぶ好きでめちゃめちゃこうもううわーって脳みそがなってたらいいけど、一瞬冷静になったらいや歌ってみたいな、そこのおじさび聞きたかったんやけどってなるときあるよね。いや別にあのファンの声聞きもいいけど、ファンの声聞きに来たじゃないしってなるよね。わかる、めっちゃわかる。いやお前が歌えよってなるよね。わかるわわかるわ。でもね、ごめん言わせてもらうと、うちらはアイドルは16人とかで歌ってるからまだいいけど、一人とかで歌ってる人は多分しんどいと思う。2時間一人で歌い続けるの、だからしょうがないと思うんだ。多分あれでちょっと喉休憩させて次にガンって行こうとしてんのよっていうのもわかるから、頑張って歌うけど。めっちゃわかるわー、わかるわ。え、だってカラオケでさ、一人で2時間歌える？全力で。結構きついと思うな。歌詞も出ないから頭も使うだろうし。そう、だから、ある程度はしょうがないと思う。おもろいな。佐田正史さんは喉を守るためにコンサートをほぼ喋り。そうなんだ。でも私結構、これはみんなに共感してもらえなさそうだけど、アイドルでも、まあ、何、バンドでも、なんかソロ歌手でもいいんだけど、結構 MC 長いの好きなんよね。まあ、STU の MC は長くなくていいと思うけど、なんか、ね、こうパーソナルが知れる場所がいっぱいあるじゃん。だからいいんだけど、なんか、まあ普通のアーティストさんって、パーソナルなことを知れる部分がないから、ショールームとか、配信とかあんま当たり前にやってるわけじゃないし、SNS もやってる人もやってない人もいるし、なんか、歌は、知ってるけど、なんかパーソナルを知れる部分がないから、結構ね、MC って私長いの好きなんですよね。あ、もう MC が短いと、あ、もう MC 終わっちゃうんだってなっちゃうぐらい。でも曲がいい人は MC いらない派の人もいるよね。ねえ、私はね、結構、その MC が上手くても下手でもどっちでもいいんだけど、お話聞きたい派なんだよね。そう。アンコールなしのバンドもいます？アンコールはいらない、マジで。ほんまにいらん。もともとやるって決まっとったんやけん、もう。うちらも、ね、こっちもさ、帰る時間とかあるしさ、パパってやって終わってほしいよね。衣装じゃなくてさ、なんか、ね、衣装を変えない時もあるだろうしさ。T シャツになっちゃうでしょ、しかも。そう。可愛い衣装のまま折ればいいのにって思う時もある。そう、とはいえアンコールなかったら寂しいよね。アンコール、アンコール。
なんかタコスが消化されてきた。てか私ね、あっちにお茶置いてる。まださっきからお茶が、あったあった。マジで伊藤園の麦茶うまっ。調べよう。マジで美味しい。あ、これ鶴瓶さんの麦茶？鶴瓶さんの麦茶なんだ。ねえ、これ鶴瓶さんの麦茶だ。だからか、私今日これが飲み放題で、命の歌で。で、なんとなく取って飲んだら、え、麦茶うまってなって、めっちゃ一気に飲み干したんよ。で、飲み放題やけんと思って3本ぐらい今日飲んで、これで、ちょっとも持って帰っていいよって言ったけど、何本か持って帰ってきたんやけど、え、鶴瓶さんのお茶か。だってさ、この四角いペットボトルの鶴瓶さんのお茶見たことなくない？大体丸いよね。鶴瓶さんが栽培したんじゃないけど、丸いやつ。めっちゃ美味しい。形が違うけん同じって分からんかった。鶴瓶さんのお茶やっぱうまいんや。めっちゃうまい。最高。やっぱ麦茶やな。常温でもこんだけうまいもん。今日めっちゃ水分取った。そういう意味でうまっ。鶴瓶さんのお茶フィルム剥いたんじゃないと思う。多分もともとこういうやつ、このケータリング用の、これもケータリングのやつなんだけど、もともと天然水って書いてるけど、もともとこの剥がれてるやつ大量に入ってる。めっちゃいい。麦茶最高。伊藤園の麦茶激うま。ラベルレスの分ゴミが減る。減るんじゃない？あとゴミ処理場の人がさ、剥がさなくていいんじゃない？ね。七夕さらさら、軒並み揺れる、お星様キラキラ、金銀砂を、七夕さらさら、軒並み揺れる、お星様キラキラ、金銀砂を。
インスタ更新しよっかな。写真かわいい写真いっぱいあるから迷う。2個に分けて投稿する。ちょっと浴衣のさ投稿多すぎてうざい。こいつめっちゃ浴衣の写真気に入っとるやん、わらみたいになる。世の中もうちょい優しい。浴衣部屋いつも緑ばかりだから紫とか青嬉しい。タグ付け待ってね、もう一個載せるね。え、待って、今月のさインスタ3回載せるっていうさ、インスタ月3回更新っていう私のさ目標あるじゃん。もう更新、もう今月終わったよ。目標達成すべて。やば、先月は結局達成できなかった気がするけど。下粉下粉。ちょっと浴衣、自分の浴衣が可愛すぎてつい。今年の夏は私と点点点ハートみたいなアイドルツイート自分で興奮するやつ。興奮しろ。よし、できた。はい、見てインスタ3つも投稿したよ。あ、じゃあ2つ。ほら、浴衣が4つになった。めっちゃいい。生写真みたい。より中引きみたいな。どうですか？偉いですか？すごいだろ。もうインスタ4つも更新したぞ今月。へっへっへ。コメントといいねと、コメントといいねと褒めろ。
画質いい？あ、本当？かわいいでしょ？広島の浴衣祭り行きたくなったでしょ？ストーリーもストーリーでちゃんと宣伝してる。他なんかさ、ストーリーってさ既読がつくからさ、メンバーの恥ずかしくてさ、載せるなら一気に載せようって感じだよね。どうせ読まれるならもう一気に、なんかこいつ毎日インスタやってんなとか思われたら恥ずかしいじゃん。ストーリーズに追加。水色。九州を飲む惜しいしか勝たん、全力でやってみました。どうですか投稿、ありがとう、ありがとう、ありがとう。埼玉のいたん、まあ、牛、牛の心。
よし。ウインクして、うんうんうん、あ、痛い、あ、痛い、もうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかい、しようと語り合ったかい、燃えるような恋をしたかい、一生忘れないような出来事に出会えたかい、かけがえのない時間を胸に刻み込んだかい、今日ベリーグッドマンさん一緒だった。で、ベリーグッドマンさんってさ、瀬戸内出身とかですか？なんかこの前も愛媛のNHK の音楽祭で一緒だったんだよね。え、じゃ音楽祭じゃない、愛媛のイベント一緒で、で今度徳島の大塚製薬のなんか結構でかいイベントもベリーグッドマンと STU なんですよ。瀬戸内出身なんかな。で今日も命の歌いて、そう曲なんか覚えてきちゃった、だんだん。どっちなんかな、うんうん、こんばんは。なんか STU ファン、なんかモニターでね結構ファンの人見えてたんだけど、命の歌なんかSTU ファンの人もねなんかノリノリでね可愛かった、みんなみんな楽しそうに見て、なんかさ、なんかお目当てを見に来てさ、それ以外の時さ、スーンってしてんのちょっと感じ悪いじゃん。けどさ、みんなさ、スティールファンの人もだけどさ、なんかもう、みんな、ずっとみんなに乗ってて、なんか誇らしいなって思いました。なんか、かわいい。そう、どのアーティストさんに対しても、ちゃんと乗ってて、なんか、そう、見てて嬉しかった。そう、なんか演歌歌手の方を見てくださってる、見に来てる方とかも ST の時にもこうやってしてくれたりとか、そう、優しい。結構ね、アイドル現場以外のとこってアウェーだから緊張するんですけど、受け入れてもらえるかなみたいな。みんな、皆さんすごい優しく受け入れてくださるって本当にもうありがたいですね。そう、会場が一つになって。なんか番組観覧とか私行ったことないから、ちょっと羨ましい。面白いよね、テレビに出るようなさ、そうそうざる方々のこう一番一押しの曲っていうのが聴けるじゃん、テレビの観覧って。めっちゃお得だよね。こんばんは。ラジオ収録、あ、ラジオといえば海の日7月15日にチリパの特番があるんですけど、あのそちらでお便り、結構長い特番なんですよ。何時間？4時間？
なんかめっちゃ長い特番で、そう、なんかお便りがね、いっぱい欲しいみたいなんでね、あの、福田推しさんからも、まあ、そんな番組のテーマあるけど、多分関係なくても、多少。STU に関係あることだとか、夏に関係あることだったら、何でも送って大丈夫だと思うんで、はい。ちょっと Twitter で呟いてるので、よかったらぜひ、お便りをね、気軽に、何通でも大丈夫なんで、送ってみてください。でもそれがだいぶ番組を助けるので、結構長いから、お便り結構重要だと思うんで、ぜひあの、チリパのサマーパーティー、ご協力よろしくお願いします。運が良ければ、チリパふりかけが当たるかもしれないしね。あ、そう、ショールーム配信もある。いつまでだろう？わかんない。まあ、前日までぐらいだったらいけるんじゃない？わかんないけど。そう、ショールーム配信もある。夏っぽい格好をしてきてくださいって言われたんだけどさ。夏っぽい格好ってむずくない？こんちり。浴衣？浴衣で4時間。よいしょ。あ、もうすぐランキング読む時間だね。待って待って、バイキングラインズの、ライズかける、うわ、とりあえずランキングを読もう。ショールーム、お疲れんこん。ナンバーのひさと、ありがとう。みきちゃん、ありがとう。青によし、お疲れんこん。浴衣姿かわいい。10日の花だれ公演は集中して頼もしましていただきます。では、ほんとだよ、他のこと考えないで私に集中しといてください。ありがとう。マグ、ありがとう。近いし、ありがとう。あかりちゃん、命の歌フェス2024お疲れ様。今日南の初舞台、帰りの階段でおきちゃんとひなちゃんとすれ違いました。エースベイベ、卒業してもみんな変わらず仲間だなと安心しましたね。よかったね、楽しいね。ありがとう。九州のノブ、毎日投稿してもいいのです。週末お話し会楽しみ、大好き。ありがとう。インスタ頑張るね。先月サボりすぎたから取り返そう。ありがとう。アラップ、みんな今日も頑張った。よし、あと2日元気に乗り切るぞ。合言葉は浴衣コス。浴衣ってコスプレ？浴衣コスってこと？浴衣コス。インスタで補給してください。オレ、ありがとう。ダルさん、ありがとう。タカ、今日もよく、頑張りました。最近はサコちゃんセンターの月と僕にハマってます。浴衣最高です。いいよねー。合ってるよね、姫香に。ありがとう。埼玉のおいたん、ありがとう。1位は山猫坊主、ありがとう。ダブルタワーもありがとう。ありがとうございます。はい。というわけで、私が福田はって言ったら、スタウチって言ってください。ありますと、福田はスタウチ。サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身の、福ちゃんこと福田会でした。皆さん今日もありがとうございました。お疲れんこ、やすみずみです。はーい、明日夜21時に福フェスの第4弾出演者、そして明後日、し明後日で全てのメンバー、 STU メンバーも全部出ます。出し切るので楽しみにしていてください。はい。
ありがとうね。お疲れんこ。また明日。命の歌もお楽しみに。ありがとうね。お疲れんこ。おすみんみんじみです。バイバイ。インスタ更新したので、寝る前にチェックお願いします。いいねしてください。拡散もしてください。拡散できないか、インスタ。おやすみ。福フェスツイートリツイートお願いします。またね。ありがとう。バイバーイ。ラビュー。またね。ありがとう。おやすみ。うん。